何の作業？今全然別のレンズの修正が来てるので。あ、他のやつの撮影？そうです。ちなみに今日は何の撮影ですか？今日は旧ソネコカミのノーモアレッカ自社化っていう曲のビデオです。曲ってそんなに大状態だと思わなかったです。私も思わなかった。ありがたや、ありがたや。うわ、じゃあ本日の撮影よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、一番最初が、一番最初のシーン。リップは、全員ありで、はい、高校を卒業して、日芸の映画学科をその時にもう映像やりたかったんで受けたんですけど、面接で落ちまして、それでブックオフで1年間フリーターをやりながら、高校の先輩がバンドをやってまして、シスタージェットってバンドで下北やら渋谷やらに行って、じゃあビデオを撮り、で私は早稲田大学川口芸術学校ってもう今なくなっちゃった専門学校に、入りまして、3年間、デジタル映像の勉強をしてました。一回新卒で映像のポスプロの会社に入れていただいてやってたんですけど、ディレクターになりたかったのに編集の方に入っちゃったんですね、うん、いわゆるディレクションっていうこととは全く無縁の会社だったってことに入ってから気づいてしまい、ちょっといろいろ何年回しをしながら20日ぐらいで辞め、フリーで映像ディレクター頑張るぞってやったんですけど、やっぱりその時はそんなに仕事もなく、リハーサルスタジオでバイトしながら、なんかぬるぬるとやってまして、ホームページ制作がまあ多少はできたので、ホームページの制作会社に行って、まあ、そんな中でも一応5本ぐらいかな、5本ぐらいは合間合間で撮ってたりしていたら、周りの皆さんが結構人気が出てきちゃったり、それでじゃあやっぱりじゃあ会社辞めて、ありがとうございましたって感じで、フリーの映像やろうってなったのが多分2012年の冬かな。なんやかんや5、6年が経って、今に至っております。お疲れ様です。移動しまーす。ありがとうございます。じゃあこちらお塩 OK で、はい、OK で須藤さんと、はい、おはようございます。おはようございます。昨日何時まで？昨日というか今日は3時半、4時ぐらいまでやってました。スケジュール的になんかジャケット撮影みたいのを、あ、今日14時からやってました。あ、やってたんですか？うちで、その間に寝室に。がやばいですね。でも昨日飲み行っちゃったんですよね、昨日っていうか、じゃあその流れで。その流れですごいな、体力が。まあ、まだ来てないかな。うーん、はい、ちょっと微妙にずらしたんですけど、はい、まあわかんねえかな。なるほど、はい。じゃあ一応321でごめんなさい、ギャフンを撮らし、ここの画角でも撮らしてください。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。これからじゃあまた移動ですね。これから渋谷に行きます。売りなりってあったじゃないですか。うちの僕も世代なんで見てました。そうですよね。これでポケットビスケッツってグループがいたんですよ。で、イエローイエローハッピーっていう曲が
多分100万枚ぐらい売れたんですけど、そのミュージックビデオを CM の後いよいよ公開ですってなった、その CM の間めちゃくちゃワクワクしてしまい、またその内容がすごい、そのこう CG のビスケットがファーン飛んできて、そのストーンって地面にクッキーが落ちたと、ビスケットが落ちたと思ったら、そこがステージになってて、メンバーがそこで演奏してて、演奏してる手元にメンバーをモデリングした CG がこう構成で踊ってたりとか、やってみたい、こういうことやってみたいって思ったのは多分それが最初ですね。記者会見場でこの椅子という、こっち側の記者席を別で撮っているという作戦でございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回どうでした？そうですね、毎回毎回大変ですけど、今回も大変でございました。その急須の場合はなんか期待値が大きい感じがするので、急須はもう多分8本9本ぐらいやってってる気が、1年に多分 3,4 本なんだかんだ撮ってる気がするので、今回はあとあれですね、いつもお願いしてた制作会社の方々もめちゃいい人で良いんですけど、ちょっと今回だあのバージョン変えてみようかなっていうことで、その結構よりグレードの高いおふざけになったんじゃないでしょうかと思ってます。マニフィルム株式会社、おはようございます。お疲れ様です。なるほど、ここが基地ですね。ここが最近引っ越しました、基地です。明日煙っていうスカパンクのバンドのビデオ撮影がありまして、フィクションなんですけど、ちょっとなんか本当にこんな結婚式パーティーがあったのかしらって見えるような感じにできたらなっていう感じですね。なんかまあドキュメンタリーチックな感じ。そうですね。ちなみに今日は何の曲ですか？今日は I Love Me というバンドの撮影でございます。なんか結構やっぱ地震がの影響が私はなんか結構やっぱ大きくて、急に死んじゃうんだなっていう感じがあったんですよね。安定した収入はなくなるのが結構不安だったんですけど、地震以降でやっぱりこう好きなことやりたいなっていうきっかけは大きかったなと思います。ドアが明らかに嘘くさいのでこれやばあの字で入ってきて、お願いだからは前向いて歌っていただきつつ、不安ですもんやっぱり、まあ、不安ですか。将来的に流行り廃りが多少はあると思うんですよ。さっきその言っていただいたセンスでやってる場合って、うん、毎日楽しいですけどね。全然ないっすね。クレープ屋さんとかやりたいです。